さあ皆様、ヒデと僕です。よろしくお願いいたします。今からストリートライブ、させていただきますので、ぜひぜひ聴いていっていただければと思います。まず最初に、ちょっと昔の曲ですが、宝物という曲を歌いたいと思います。聴いてください。一緒に過ごせた時間だって、かけがえのない宝物、もう取れない。いや、一人きり立ち止まって辛いことからは目を背けてた。気づけば時に流されてることすらも自分で気づかぬまま、くだらないやりとりやマンネリ化したセリフさえも思えば懐かしくて取り戻したいと思うよ。今僕らが出会えたことだって、一緒に過ごせる時間だって、かけがえのないものなんだよ。何気なく過ごしてた今日が大切な明日に変わってく。幸せも続ける特別なことなんて何もないけど、僕にとってこの日々は宝物。ありがとうございます。京都から来ました VOG ボグと言います。よろしくお願いします。食べる気をついてばかりで苦しい合せすら追い返してた。大丈夫、君の大切な人がほらすぐそばで支えてくれてるんだよ。本当は分かってるはずだから、自ら立つた壁を取っ払って立ち向かう勇気を振り絞って一歩前に踏み出そう。僕らが出会えたことだって、一緒に過ごせる時間だって、かけがえのないものなんだよ。何気なく過ごしてた今日が大切な明日に変わってく。重ねた幸せを繋げる特別なことなんて何もないけど、僕にとってこの日々は当たり前と思ってること、一度振り返ったら目に見えないけど、たくさんの愛情が僕らをきっと包んでた。今僕らが出会えたことだって、一緒に過ごせる時間だって、かけがえのないものなんだよ。何気なく過ごしてた今日が大切な明日に変わってく。重ねた幸せを繋げる特別なことなんて何もないけど、僕にとってこの日々は宝物。新宿ご通行中の皆様、京都からやってまいりました VOG ボグと言います。ありがとうございます。聞いていただいてありがとうございます。ありがとうございます。皆さん拍手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 、撮って撮って撮りながら撮りながらも全然結構です。よかったら、寒いですけどもゆっくり聞いていっていただければなと思います。1曲目、すごく大切にしている宝物という曲を聴いていただきました。ありがとうございます。あらす、寒い。
ということでね、いろんなストリートライブの形がありますが、僕と秀君は今日はねここに立ち止まって、歌を届けるということで、新宿までやってまいりました。改めて京都から来ました VOG 僕です。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。次何歌おうかな。全然何も考えてなかったんですけど、ちょっと待ってくださいね。思ったより携帯に曲が入ってなかったので、一曲、このコロナ禍で初めてコロナ禍でちょっと音楽を正直止めようと思って、その時に何か音楽の可能性をなんか考えながら作った SOS という世界を音楽で救いたいという SOS という曲を聴いてください。ライブとかそういうのも全部なくなって、そんな中で何かこの音楽で可能性がないかなと思って作った大切な一曲です。聴いてくれてありがとうございます。 SOS という曲でした。ありがとうございます。ひでくん、俺なんかちょっと今日らしくないわ。緊張してるな。いつもみたいにじゃあチンコ出した方がいいかな。やっぱダメか、やめとこう。 OKOKOK ということで、改めまして京都からやってまいりました VOG 僕と言います。よろしくお願いします。東京に来るとね、すごく足がもう震えちゃって、緊張でなかなかあれなんですけども、普段は京都の田舎の方に住みながら、細々と生活をしながら、そして音楽活動を行っております。
次歌う曲は、今日一番最初来て一番最初に歌った曲なんですけども、すごく大切にしている、ふるさと、そして、まあ、こういう状況でもまたライブハウスだったりホールだったりいろんなところでライブができるかなと、そういう思いも込めて、ホームという曲をお届けして、ひで君にバトンタッチしたいと思います。それでは聴いてください。ホームという曲です。ストリートライブからまた始めていきましょう。音楽の可能性は無限大だとも信じてます。聞いてちょうだい。ホームという曲です。 Wish now。 誰かのためにって辛くても弱音負けず、いつも頑張り屋さんの人前、辛くなったら始まりの場所へ帰ろう。また進めますように。だったけど何も変わらないね。バカなやりとりもいつも通り、暗い帰り道照らす通り、どこかでまた会ったら朝まで飲みに行こうよ。本当は行きたいけど尺地っぽくなってる。時々昔の君を思い出すけど、どうせシワだって増えたんだろうな。ホームという曲でした。ありがとうございます。新しいアルバムラフデザイン2というアルバムを、引き下げて、今回ひでくんと一緒にやってまいりました。京都から来ました VOG ボグでした。ありがとうございました。